物件その4、銭湯の壁へ。暗闇不動産の入り口のドアベルが、静かにカランとなった。こんにちは。来客は髪の長い、20代ぐらいの若い女性だった。ソファーの上で寝ていた黒猫は、ぴょんと飛び降りると、女性の足に頭をすりつける。あら、可愛い,い猫ちゃんね。いらっしゃいませ。 暗闇不動産へようこそおいでくださいました。にっこり笑って出迎えた暗闇くんに女性も微笑む。君が、暗闇くんかしらはい、そうです。私シーって言います。あの、今日は、あなたに案内してもらいたいところがあってきました。暗闇くんが進めるまま、女性はソファーに座る。 黒猫はちゃっかり女性の膝の上だ。この子の名前、なんて言うの大黒です。<laughs> そうなんだ。素敵ね。女性は、大黒という名の黒猫の頭を優しく撫でる。<laughs> 黒猫は喉を鳴らして嬉しそうだ。先ほど、僕にご案内を希望されているとおっしゃいましたが。そうそう、それなんだけど、 私のおじいちゃん、銭湯の壁にペンキで富士山の絵を描く仕事をしていたの。暗闇くん、銭湯って知ってる知ってますよ。大きいお風呂があって、みんなで入るんですよね。おじいちゃんに連れて行ってもらったことがあります。お風呂上がりにこうやって、牛乳の一気飲みもしました。腰に手を当てて、ぐいっと瓶を傾ける仕草をする暗闇くんに、 女性は笑った。そうそう、それよ。銭湯ってね、みんなに元気になってもらいたいって願いを込めて、カビに富士山の絵を描くの。その絵は定期的に描き換えるんだけど、おじいちゃんが一生で一番気に入っていた絵が、この夕暮れ町の銭湯にあったって、お母さんに聞いたの。私、おじいちゃん子だったから、どうしてもその絵が見たくって。 この町に来て、あちこちで聞いて回ったの。でもそこはもう潰れちゃったって知って。ショックを受けてたら、町の人が教えてくれたの。それなら、暗闇くんのところに行ってみたらいいよって。ああ、なるほど。そういうことでしたら、ご案内できますよ。女性は目を輝かせる。 本当ありがとう。こちらです。暗闇くんが女性を案内した先にあったのは、確かに廃業した銭湯だった。壁には、売り物件の看板が掲げられている。暗闇くんは、黒いスーツのポケットから、じゃらりと音をさせて鍵束を取り出す。その中の一つを使って、正面入り口の鍵を開けると、 中へと案内した。暗いから足元に気をつけてくださいね。ここは先月から売りに出された物件で僕のリストにも登録されたばかりなんです。壁の高い位置にある窓から差し込む光しかないせいで中は薄暗い。壁はあそこです。暗闇くんが懐中電灯で照らす先にその絵はあった。 夕焼けの海の向こうに富士山を望む雄大な絵だった。波間には小舟が浮かんでいる。銭湯の壁へというと大抵は青空が背景だから夕焼けの絵は珍しい。あれ絵を真剣に見つめていた女性が呟いた。どうかしましたか今、 あの小舟が動いたように見えたんだけど、女性はゴシゴシと目をこすって、もう一度じっと見る。すると、先ほどは波の手前にいた船が、今度は波の向こう側へ移動していた。ずっと見つめていると、じわじわ、じわじわと、確かに動いていた。ほらやっぱり動いてる はい。こちらの船には人が乗っていますからね。これをどうぞ。そう言って暗闇くんが差し出したのは双眼鏡だった。不思議に思いながらも、それを使って覗いた女性はさらに驚いた。絵の中の船には、本当に人が乗っている。手ぬぐいを頭に巻いて、つなぎを着た男の人だ。 まさか、おじいちゃんつぶやくと、船の上の人が振り向いたように女性には見えた。しかも、かすかに手を振ったようにも。そうしている間にも、船はどんどん進んでいき、あっという間に水平線の彼方に消えてしまったのだった。いかがでしたか探し物は、 暗闇くんが訪ねると女性は涙を流しながら何度もうなずいたのだった。